フォトグラファーの大熊と申します。普段はブライダルフォトや広告写真を撮影しております。最近ではドローンを用いて海岸でウェディングムービーを撮影したりです。ドローンを活用した撮影をしております。他のスクールも調べましたが、資格だけ取ってすぐに仕事に活かせるのかなと疑問に思っていた中で、プロのパイロットから学べて、資格を取ってから練習や講習会などのアフターフォローがあるのはこのドローンパイロット養成講座でしたので、事故を決めました。また地元が千葉県野田市で、幼い頃から田園風景を見て育ってきましたので、農業の高齢化も身近に感じており、いつか地元に貢献できるような仕事をしたい、カメラマンの仕事をやりながら、そんな思いがあり、農業用ドローンの資格も取得しました。大きなドローンを操縦する不安はありましたが、農薬散布実習がこの養成講座にはあるので、練習を重ねて万全なフォロー体制で現場に臨めました。また現場ではチームで動きますので、フォローし合いながら緊張感のある中で楽しさもありました。資格を取って撮影の仕事の閑散期に農薬散布を請け負い、うまく仕事のバランスが取れています。私はカメラマンという仕事柄、撮影する機会が多く、ドローンは身近に感じ、資格を取って活用しておりますが、その前提として安全に事故を起こさないというプロとしての責任があります。そのためには、車で例えるなら運転免許に合格するための知識、運転技術を教習所でしっかりと練習する必要があります。このドローンパイロット養成講座では、プロのパイロットからの指導を受けられ、一人一人にしっかりと時間をかけて丁寧に教えてくれるので、仕事でドローンを活用したいという方にはおすすめです。また今後はドローンの仕事を拡大していきますので、国家資格を取ってしっかりと練習していきます。